頭部に溜まった電磁波を抜く方法について解説していきたいと思います。はい、そうですね。まずは、よく使う方法は頭の頭頂部ですね。ここに青いところにセラミックを置いて、はい、で、まあ、例えば右手で持つとしますよね、はい、で左手でもう一個の方ですね、セラミックを持って、はい、息を吐くんですよね。息を吐く、吐く時に、溜まった電気が抜けていくような仕組みです。ただ頭頂部とこの胸部っていうのは、はい、まあ、あの意味があるんですけど、それがどうしてかっていうのをまた詳しくしていきたいと思います。はい、でこの方法以外には横ですね、はい、耳と耳の、はい、これも使うし、あと目の上と目の、後ろ側ですね、後頭部にもセラミックを置いて、はい、で息を吐いて電気を抜きます。はい、頭頂部とその前胸部に当てるっていうのを最初に説明したんですけど、はい、まずその意味は、はい、その頭頂部ってこう、まあ、ここね、実際ちょっとこう頭の先ってちょっと尖ってるというか、はい、こう盛り上がったところがありますよね。そこって本当は電気が抜ける場所、放電する場所なんですね、本来は。まっすぐ立った時にの一番てっぺんのところですか。そうですね、そこから電気を普通は放電してるんやけど、放電せずに溜まってしまうと、はい、やっぱり脳は、いろんな機能が落ちてきます。特にトラウマが発生したりとか、はい、それを防ぐためには、頭のてっぺんにそのセラミックを置いて、はい、と前胸部に置く意味っていうのは、神経節が集まるところですね。自律神経の神経節が前胸部に集まるんで、はい、そこの溜まりすぎた電気を抜いてあげると脳全体が楽になってくるんですよね。抜くっていうのはそこの電気流れるってこと、ちゃんと流れると。でそれだけでは抜けきらないんで、はい、その時にこの図を持ってきたのは、はい、頭蓋骨って結構割れ目ってあるんですよ。はい、こういうとこですよね。そうです、横、はいはい、横も割れ目があるんですね。ちょっと耳のとこもちょうどそうなんですけど、はい、頭蓋骨の割れ目のところに電気が溜まるんですね。だからそこにセラミックを置いてやって、はい、こういうとこですか。そうですね、こういうその全体のところですね、はい、その両端から挟んであげるということで、で当然目のくぼみのところにも電気が溜まります。電磁波っていうのはちょうどあの、波動現象、波ですから、はい、波っていうのはこう、ずっと球体を伝わっていって、はい、こう変形した場所に、あ、この目の際のところにたまるんですよね。はい、このちょうどで視神経にも影響を与えてくるから、はい、で脳は、視覚野っていうものがあるのか、あの視力というか目から入った情報を処理する一次視覚野っていうのが、はい、頭の後ろ側にあるんで、そこと目と、あ、これはもうちょっと上ですかね、上、うん、もうちょっと上かな、うん、そこにあるはずなんですけど、はい、そのあたりにセラミック当ててあげるとやっぱり抜けるんですよね。はい、だから頭頂と前胸部、あと耳の両耳があると、はい、目と目の後ろ側の、ろそこに、石を置いて吐くというのが、はい、電磁波を抜くための、手技ですね。あ、頭部に溜まった電磁波を抜きたい時に、はい、サプリメントとか漢方薬をよく使うんですけど、はい、この時のポイントは口の中に例えば含んで、はい、うん、水なしで口に含んでクチュクチュしてしばらく、はい、あの口腔内に置いておくっていうのがコツなんですね。あの噛むんですか。うん、錠剤なら噛み、錠剤なら噛み、最初から顆粒のものは顆粒。ああ、例えば錠剤でしたら、レースとエゾウコギが入った、はい、メーカーさんの錠剤使えますし、はい、あと粉だったらコギク妙見がですかね、はい、コギク受容眼の、粉、はい、その時に、置くポイントはまずここなんですね。はい、これあの、ここが歯ですよね。歯です。で、上顎なんですけど、はい、ここを見てもらったらいいか分かるんですけど、はい、脳には亀裂が入ってるんですね。ここ。そうです、そうです。こうですか。そうです、そうです。はい、で、そこに電気が溜まってくるんです。で、そこに、なるべく生薬が当たるようにしてあげないとダメなんですね。この部分でいいですか。この部分ですね、はい、でもう一箇所もすごい口の中にはいろんな、はい、あのツボがあるんですけど、はい、もうそれを紹介したいと思います、はい、また頭蓋骨に戻りますけど、はい、このここですね、今度は
この辺りに、まあ、口の、上顎のところの上唇の間に、はい、さっきのエゾウコギとか口溶岩 の粉砕したものを置くんですね。この部分に、ここの部分に口に含んどくと、はい、頭がすっきりしてくるのと視力が良くなってくるのは、うん、どうしてかというと、はい、もう一つ図を出してきてもらったらいいんですけど、今のところですね、さっきの迎合 の裏側、うん、あさっきそこじゃなくて ここの部分に当たるのを拡大するとこっちになるんですね。そうすると ここですね、ここ、はい、神経が集中しているところがあるんですね、はい。で頭がぼーっとするとか視力が悪くなるときっていうのは当然神経の電位が低下して神経伝達が悪くなってるんですけど、はい、その迎合の裏側にそういう電引きを出す生薬を持ってきてしばらく含んでおくと、神経を元に戻すっていう働きがあるんですね。その時にはどうやって作ってるかっていう生薬、ね、生薬にも何でも効くわけじゃなくて、はい、効くものと効かないものがあるんですけど、はい、先ほどの2品はよく効きます、はいはい。迎合の裏のツボっていうと神経の図は、さっきはややこしかったんですけど、はい、ま大雑把に言うと本当に三叉神経が全部通ってるところですね。そのあたりですね、そのあたりですね、はい、そこに生薬を置いてあげると、神経を通じて、電気が供給されるんですね、うん。だから、ここと目の神経とかとも全部リンクしてるとか近くにあるので、こことこの目の神経とかですかね。そうです、そうです、はい。だから目に効かしたい、はい、目からの情報が、鮮明になってくると頭もすっきりしてくるというんですね、はい。それが生薬によって、コントロールすることが可能なんですね。だからただ飲み方がすごく大事だし、だから上顎も使う、はい、迎合の裏も使う、はい。で最後にすごく大事なことは、はい、喉の奥に、B スポットというスポットがありますけど、はい、そこを通じてその生薬が吸収されることも大事です。B スポット使うと、今度は脳に行く血管とその喉の奥の、 粘膜が距離が短いんで、はい、その B スポットを通じて脳にも電子供給が可能なんです。じゃあその飲み方っていうのがすごく重要ですね。ただ水で飲んでごっくんしたらいいわけじゃなくて、あ飲み方、はい、飲むにはその喉を通るだけじゃなくて、はい、顎の上側使ったりベロの下使ったり歯茎のところの上顎を使ったり、はい、いろんなテクニックが必要となります、はい。